GT300 クラスですね、3番手獲得となりました18号車アップガレージ NSX GT3 選手の2人にお話を伺っていきたいと思います。まずは、小出選手トップ3に入ったということで、この3番手いかがでしょうか、ご自身振り返って。そうですね、はい、まあ、昨年からチームアップガレージさんに来させていただいて、はい、自分としては最高一番上 の、はい、予選順位で終えられているので、はい、まあ、本当にポジティブですし、Q1 で小林さんが、はい、まあ、かなりのコンディションの中、はい、つなげてくれたのは小林さんしかできないと僕は思ってるんで、はい、もうそれは本当に小林さんに感謝を伝えたいですし、はい、チームの皆さんにもいい車を用意してもらって、うん、本当にこの3番手を獲得できる車を用意してもらって、本当にありがとうっていう風に伝えたいです。はい、素晴らしいアタックでした、ありがとうございます。まあ、そういうねパートナーからコメントがあって涙を流している、あ、出てるかな涙小林選手なんですけれどもね、すごい雨が降ってたと思うんですが、今日はいかがでした。そうです ね、結構もう痺れる予選で、はい、だいぶ地味は縮まったかなとは思いますね。うん、はい、まあ、でもその中でね3番手となりましたが、そのあたりいかがでしょう、小林選手。そうですね、まあ、昨日お寿司みんなで食べ行ったんですよ、はいはいはい、でそしたら板前が、はい、切り方で深みが変わると言ってたんですね、はいはい、ネタを、はいはい、そういうのもあるのかと思って今日はですね、はい、そういうのを意識しながら、はい、深みの出る運転をちょっと意識したら、はい、うん、Q1 無事通れたんで良かったかなと思いますね。素晴らしい、深みの出るドライビングというのは、でした、ね、タイヤは浅溝でしたけど走りは深溝でしたね素晴らしい。多分小出選手もねそういうところを学んで、ね、はいはい、この結果3位に繋がったのかなと思うので。そうですね、はい、深いドライビングできました。素晴らしい。じゃあお寿司屋さんから学んだドライビングだったということですね。はい、素晴らしい。まあ、そういったことなので他の、ね、方たちもトップ3目指している方たちはぜひ参考にしていただいてというところなんですけれども、明日の決勝に関してはドライコンディションと、またガラッと変わったコンディションだと思うんですが、そのあたりの期待感だったり見通しを伺っていきたいと思います。小林選手いかがでしょう。そうですね、まあ、でもグリッドつくまでは、はい、ないかまだわからないのでいろいろあるんで、そうですね、ちょっとまだ安心はできてないです。安心、本当に3番手からスタートできるのかなっていうちょっと不安はちょっとあるんですけど、過去振り返ってね、前回そういうことがあったんで。そうですね、はい、まあ、でも去年も、レースいいレースできてましたし、まあ、予選も去年ドライでもすごいいい走りができてたんで、まあ、そういう意味ではドライでも全然かなりいい走りできるんじゃないかなと思ってるんで、はい、明日も晴れなので、お客さん楽しんでもらって、僕らが一番でゴールできるような、はい、そういういいレースをできるように頑張りたいなと思いますね。はい、期待しております。では、小出選手お願いします。そうですね、はい、まあ、昨年2勝して、はい、幻の3勝も取ってすごい勢いづいてたんですけど、今年やっぱりちょっと優勝ができないっていうシーズンが続いてましたけど、まあ、今回は本当に僕らのポテンシャルがすごく出てると思うんで、うん、しっかりと明日は3番手スタートから優勝して、はい、チームみんなで去年のような喜びを味わいたいで、そしてファンの皆さんにもお届けしたいなって思ってるんで頑張ります。はい、引き続き応援しております。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上です。GT500 クラス3番手獲得となりました36号車 AU トムズ GR スープラ選手の2人にお話を伺っていきたいと思います。まずは、Q1 を担当されました坪井選手からお話を伺っていきたいと思いますが、結構な、ね、タフなコンディションの中でといったところだったんですが、ご自身振り返っていかがでしたでしょうか。まあ、朝調子良かったですし、はい、まあ、ウエイトを考えたらウエットの方が、予選的には嬉しいと思ってたので、はいはい、何度か予選開催してくれとずっと願ってたんですけどおっしゃってましたね。はい、まあ、なんとかその通りに、開催してくれて、うん、アタック行ったんですけど、まあ、Q1 はだいぶしょぼくて、はい、8番手ということでかなりその、まあ、順位以上にやっぱり、はい、まあ、ライバルポイント今ライバルであるその105車にやっぱコンマ5秒ぐらいやっぱ離されてしまったりとかして、はい、上行かれてしまったので、はい、なんとかその最低今ランキングが近い人たちの前でやっぱ予選終わるってことが大事だと思ってたので、はい、まあ、ちょっと悔しい予選になってしまったので、はい、まあ、なんとかその Q2 に向けて、まあ、合算なので、はい、Q2 で増田選手がいい走りができるような準備というか、まあ、最低限コース上でタイム出せなかった分、何か貢献できないかと思っていろいろ考えて、しっかりチームと準備して、それはやっぱり山下選手は Q2 めちゃくちゃいい走りしてくれたんで、もう山下選手に感謝しかありません。素晴らしい。モニターに映ってた坪井選手がすごい笑顔でね、山下選手のアタックをご覧になってて手を叩いて喜んでてっていうところがあったと思うんですが、そのあたりなんか坪井選手から
喜びの声というか、なんかお褒めの言葉というかありました？お褒めの言葉は今たくさんいただいてる。今ねただ本当にちょっと Q1 の坪井選手の助言がなかったら、はい、この Q2 もなかったと思ってるので、自分はちょっとその助言のおかげで、まあ、Q2 あんな速いとも自分も思ってなかったので、本当そこは感謝してますし、チームで取れた3番手だと思ってます、はい、素晴らしいアタックでした。そして明日へ向けても伺っていきたいと思うんですが、明日はねドライコンディションでという予定ですけれども、そのあたり坪井選手いかがでしょう？まあ、それなりにやっぱ重いので、うん、ドライでまともにレースしたら、はい、やっぱりなかなか辛いなというレース展開になるかなとは思ってるんですけど、はい、やっぱり36号車やっぱ決勝の強みっていうのは今まで散々こうね、みんなに見てきてもらってると思うし、はい、前からスタートできれば、それだけのチャンスはあるかなと思うので、はい、まあ、ここまで来たらしっかり、まあ、最低そのポジション、今のポジションより下に下がらないように、うん、まあ、上を目指して、うん、まあ、ここで表彰で乗れるとだいぶポイントリーダーとしては でかいポイントで最終戦望めると思うので、うん、まあ、そういったところですね、表彰台に乗りたいですね、はい、はい、というコメントがありました。山下選手どうですか？まあ、同じになるんですけど、うん、まあ、ワンリスでモテギっていうのはかなりきついと思っていたので、うん、はい、まあ、正直今日、まあ、レインコンディションの自分たち向きにはなったんですけど、うん、はい、まあ、明日は完全に晴れた時に、うんうん、まあ、その差っていうのは結構でかくて、はい、きつい展開になるとは思うんですけど、うん、まあ、最低ポジションキープで終えられれば本当に最終戦に向けてかなりいい感じで臨めるので、はい、まあ、それを目指していきたいと思います、はい、36号車らしい強い決勝期待しております。頑張ってください。ありがとうございました。以上です。GT300 クラス2番手ですね、7号車スタディ BMW M4、選手のお二人にお話を伺っていきたいと思います。まずはニクラス・クルッテン選手からお話を伺っていきたいと思います。 So Nicholas, you got second place. How do you feel? Yeah, I'm very happy, especially because today is my first time in Motegi. First lap in free practice. After my first lap, red flag and a lot of issues. Yeah, yeah. So yeah, I went into qualifying without knowing the track really. So yeah, P2 is more than I expected. Very good job by the team, very good job by Seiji to get us in the top 14. And yeah, I think from there we can fight tomorrow. Okay. 今回の、ね、2番手獲得というのは素晴らしいと思います。というのも、ね、自分自身このトラック、モテギ、ね、初めてなんですね。そしてフリープラクティスもなかなか走ることができなかったので、ほぼぶつけ本番で走った Q2 だったんですけれども、まあ、そういったところで、ちゃんとアタックができたというところ、あとは、まあ、アラ選手が、ね、Q1 でちゃんとアッパー14につなげてくれたところ、まあ、そういったところを全部加味すると本当に素晴らしい結果だったんじゃないかなというふうに思いますというコメントがありました。 Good job. Great job. 、はい、そしてアラ選手にも話を伺っていきたいと思いますというコメントがありましたが、アラ選手、はい、9番ねすごい雨で大変なコンディションだったと思うんですが、いかがでしょうご自身？怖いですね、ああいう川がいっぱいあると ね、 ねちょっと、ね、ドキドキします ね、 ね、はい、でもその中でしっかりつなげてというところなんですが、はい、うん、いかがでしょう？タイヤもミシュランタイヤのパフォーマンスも高かったですし、はいはい、うん、BMW もこういうコンディションの中でもすごく乗りやすいというところがあって、はい、まあ、車とタイヤに助けられてというところですね、まあ、はい、車とタイヤと、そしてお二人の、ね、ドライビング等というところで、ニクラスは早かった。お二人ですから、お二人。He's saying you were super fast. Oh, thank you. I learned from him. アラ選手から学んでますというコメントがありました。まあ、何も教えてないです。いやいやいや、ね、お二人褒め合ってと素晴らしい、ね、コンビネーションですけれども、はい、では明日へ向けても、伺っていきたいと思います。じゃあニクラス選手からね。 So for tomorrow、it's your first track but you did qualify, so how do you want to fight tomorrow? Yeah, so first we try to work on some dry setup in the warm-up, and then in the race, yeah, I thinkStarting in the front is always good, and I think if Seiji is doing one overtake at the start, we are already in P1, and then we just need to defend and try and drive away in the front. Okay. But yeah, we definitely want to win. Okay. トラックね初めてですけど、まあ、今回予選やってみてレースに向けてはどうですかっていうコメントをした質問したんですけれども、まあ、前の方から、ね、スタートできるっていうのは常に素晴らしいいいことです。そしてアラ選手がね一番最初にこう1台抜いてくれればオーバーテイクしてくれればもうトップなんでねその後はもう守るだけなんでというコメントがあったんですけれども、まあ、とにかく全てを出し切って必ず、優勝を、ね、目指していきたいというコメントがありました。 Good luck and thank you very much. Thank you.、はい、アラ選手そういったコメントがありましたけれども、はい、オーバーテイクするだけだとスタートなんですね、はい、ね
その辺まだ決まってないと思うんだけど。どうしますかね、どうしますかね、はい、でもなんか走り足んないようなこと言ってたんで、はいはい、たくさん乗ってもらおうかなと思って、はい、you want to drive more. That's what he said, that you couldn't really drive today because of the free practice, so you, don't you want to drive more than me? That's what he said. I always want to drive more. もっと走りたいです、いつもいつもとおっしゃってましたということで、いっぱい乗ってもらおうと思います。まあどうなるかわからないですが、というところでね、はい、明日も期待しておりますので頑張ってください。 Thank you very much. Thank you. Thank you. Good luck. ありがとうございます。おー、素晴らしい。GT500 クラス2番手獲得となりました8号車 ARTA 無限シビックタイプ RGT の選手のお二人にお話を伺っていきたいと思います。まずは Q1 を担当されました野尻選手から伺っていきたいと思いますが、はい、かなり雨量が強いコンディションの中で3番手ですかねとなりましたが、 Q1 いかがでしたでしょうか、はい、ご自身振り返って、はい、あの個人的に久々に予選をやるなと思っていて、はい、で最近雨もあんまり走っていなかったんで緊張したんですけれども、はい、あのチームも非常にいい車を用意してくれましたし、うん、はい、あのいい形で、ノブにつなぐことができたかなと思ってます。はい、はい、素晴らしかったです。そして松下選手、最後にガッと、ね、タイム上げてとなりましたけれども、ご自身振り返って。そうですね、うん、あの最終ラップはタイム出せたんですけど、はい、その前の週の1コーナーで飛び出しちゃって、うん、終わったと思ったんですけども、はい、運よく時間が残ってたのと、うん、まあ、前の車との車間距離も、ね、いい感じで次の週アタックできたんで、はい、まあ、あの運が良かったなと思います。いやいや、はい、でも素晴らしかったです、はい、さあそして明日はねまたコンディションがガラッと変わってとなりますけれども、そのあたり、8号車としていかがでしょう、野尻選手。はい、おそらくドライで、はい、レースできるかなと思うんですけれども、はい、まあ、僕たちにとっては全然なんていうか向かい風な状況ではなくて、むしろ追い風かなと思っているんで、はい、まあ、明日何が何でも優勝をもぎ取って、はい、はい、帰りたいなと思います。楽しみにしてます。松下選手、明日へ向けていかがでしょうか。そうですね、うん、あのいいポジションでレースできるっていうのはね、はい、もう本当楽しいですし、うん、まあ、ちょっと優勝を富士でしてから、はい、まあ、まともなレースができてないというかね、うん、あのまあ、いろんなミスもあり、僕自身のミスもあって、すごくチームにも申し訳ないですし、うん、っていう思いが強かったんでね、うんうんうん、まあ、明日こそ、トモキと、まあ、一丸になって、まあ、はい、一丸というかね、チーム一丸になって、はい、優勝を目指して、うん、まあ、優勝というとね、あの気負っちゃうんで、あの全力を出せればいいかなと思います。全力を出して、まあ、頑張ります。はい、優勝を目指して、はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。以上です。 GT300 クラスポールポジション獲得となりました31号車 APR LC500HGT の選手の2人にお話を伺っていきたいと思います。まず改めて本当におめでとうございました。ありがとうございます。ということで、31号車の選手の2人にそれぞれですね、あの Q1、Q2 振り返っていただきたいと思いますが、まず中村選手、先ほども伺いましたが、すごいね、雨の中ご自身の、アタック振り返っていかがでしたでしょう。はい、正直雨怖かったんですけど、まあ1回赤旗出るほどすごい雨降ってすごいハイドロして、はい、あ、危ないなと思ったんですけど、まあその後雨引いて、はい、まあギリギリ13位で Q1 取ることができて、うん、はい、まあ、でもその後、まあ、全ては和人くんのおかげなんで、はい、本当に和人くんに感謝です。はい、全ては和人くんのおかげというコメントがありました、はい、小高選手。そんなことないです。ご自身振り返っていかがですか。まあはい、コンディションで言うと Q2 に関しては、うん、あのそこまで雨量も多くなく、うん、安定して走れていたので、はい、で、まあ、フリー走行を僕走ってなくて、うんうん、はい、でぶつけ本番だったので、うん、あの本当に探り探りっていうか、うんうん、形で走っていたんですけど、はいはい、まあ、そんな状態でもポールを取れちゃうぐらい、タイヤがめちゃくちゃグリップしました。お、ブリヂストンさん、ありがとうございます。素晴らしい、はい、いやいや、でもね、あとは、まあ、選手のドライビングもあってというところなので、ポールポジションとなりましたけれども、明日へ向けても伺っていきたいんですが、またコンディションがらっと変わっての明日、見通しいかがでしょう、小高選手。うん、まあ、この車でこう追い上げる形のレースっていうのがすごい、多かったんですけど、はいはいはい、今まで、まあ、やっとスタートこの位置から、はい、できるので、まあ、コースの特性としても、うん、僕らの車ハイブリッド積んでるっていうところで、はい、まあ、一番ブレーキのサーキットで、うん、回線もしっかり取れて、うん、まあ、相性がいいサーキットなので、はい、まあ、今年1回も表彰台にも立ててないですし、まあ、しっかり優勝を、はい、目指して、ね、頑張ろうか。
はい、普通に走ります僕は、はい、変なミスしないで頑張ります。今年ね、中村選手とこうやってコンビ組めてっていうね、うん、さっきコメントが小高選手から言いましたけど、そのコメント聞いてどうでした？はい、初めは多分、うん、なんかその怖がんないよ、ね、なんか怖いのかなって思います。普段ね、違う違って、さっきもそう、なんか俺が怒ってるみたいな、別に怒ってるとは言ってないけど、まあはい、僕もね、すごい和人くんと組めて嬉しいし、うん、まあいろんなこと吸収できてるんで、うんうん、はい、いい結果を一緒に残したいなと思います。うん、大丈夫ですか？はい、怖かったですか？全然怖くない。でもね、小高選手と一緒にね戦えてっていうコメントもありましたから、お二人の明日の活躍も期待してますね。はい、頑張ります。頑張ってください。ということで、改めて本当におめでとうございました。以上です。 GT500 クラス、ポールポジション獲得となりました。64号車モデュール、シビックタイプ R GT の選手のお二人にお話を伺っていきたいと思います。まずはおめでとうございました。ありがとうございます。はい、では伊沢選手からお話を伺っていきたいと思いますが、2021年以来の4回目のポールポジション、はいはい、おめでとうございます。ありがとうございます。いかがでした、ご自身振り返って？まあ、いろいろ振り返れば反省点はありますけど、まあ、みんなの力で、ポールポジション取れましたし、まあ、大草選手も、ね、500初めてのポールポジションでね、今年こうやって組んで、いい結果が出て非常にホッとしてます。チームが本当にね、もう皆さん喜んでましたけれども、はい、うん、まあやっぱちょっと苦しいね、レースも続いたりしたので、うん、はい、まあそこの中でみんな忙しい中踏ん張って、うん、でもやっぱこういう一個のね結果で気持ちって全然変わると思うんで、はい、まあそういうみんなのね、いい顔が見れて嬉しいです。はい、本当に素晴らしかったです、はい、おめでとうございます。で、大草選手、はい、ご自身ね、 GT500 初のポールです、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。イケイケな走りでしたが、いかがでしたでしょう？そうですね、うん、本当に、まあ、今回のレースは、まあ、さっきのインタビューでも言った通り、うん、まあ、ちょっと気持ちが入ってたというか、うん、まあ、行かないといけない、まあ、予選だったので、うん、まあ、そこは、まあ、行き切れてよかったなっていう、ちょっと、まあ、ほっとしてる部分がすごいあって、うん、まあ、Q1 終わった後の伊沢さんの顔を見たときに、まあ、こうやってプレッシャー与えられてるのはすごい嬉しいな、しめしめと思いながら。逆だよね。結構言うな。疲れました。もうしかも終わってから1時間ぐらいあるじゃない、自分の出番まで。もうね、心がもう持たない。はい、いやいや、でもね、はい、ここから素晴らしい走りでしたね、先輩も。はい、そうですね、本当に、まあ、プレッシャーかかる中だったんですけど、うん、しっかりと決め切るっていうところがやっぱ、はい、まだ僕に足りてないなってところなんで、そこはもうしっかり頑張りたいなと。いい走りでした。何も問題ないです。素晴らしいコンビネーション、はい、そして大草選手、はい、かける思いって、はい、何なのかちょっと聞きたかったんですけど、ね、聞いて大丈夫ですか？そうですね、全然しょうもない話なんですけど、はいはいはい、やっぱ、まあ、毎戦毎戦こう伊沢さんと組んで、はい、まあ、チームの皆さんにも、まあ、迷惑かけてしまったことが結構たくさんあったので、うん、まあ、やっぱり行けるときに行かないと、うん、次いつチャンスが来るか分かんなかったんで、うん、まあ、そういう面ではもう走り出しから行けそうな雰囲気があったんで、今回は行くしかねえと思って、うん、まあ、あと伊沢さんに怒られないように頑張らないといけないなっていうのはすごい、はい、まあ、大きな気持ちもね。え、そうですね、怖いのかな。怖くない、やめなさい。だからもうなんかそういうのよくないよ。優しそうですよ、見るからみんな優しいですよね。優しいって言うとなんかまたそれはおかしな話になっちゃう。はい、2人で本当ポール取れて本当良かったです。おめでとうございます。では明日へ向けても伺っていきたいんですが、またガラッと、ね、コンディションが変わる予定ですけれども、伊沢選手見通しいかがでしょう？予選も含めて、はい、ドライでやっぱやりたかったっていうのはあるんで、結構タイヤ的にはねチャレンジもしてきてるし、はい、進化も感じてるので、うんうんうん、明日それがうまくはまると思って僕ら来てるから、うん、いいところからスタートできるので、はい、なんとしても、うん、いい結果で帰りたいなと、大草選手と一番高いところに登りたいなと思ってます。素晴らしいというね、コメントがありました。大草選手と共にと、はい、はい、そうですね、本当に、まあ、できる準備はまあ、チーム全員で、まあ、できる限り 100% をしてきているので、はい、まあ、明日に関してはもうそこに関しては心配ないかなと、まあ、しっかりと走れればおのずと結果がついてくると思うんで、うん、まあ、優勝を目指して頑張りたいなと思います。はい、明日も引き続き健闘に乗っております。本当におめでとうございました。ありがとうございます。以上です。